ルーキーイヤーでの昇格優勝ですね、今のお気持ち聞かせてください。そうですね、やっぱりもう入る時から J1 というのは意識してきましたし、まあ、そういう意味でも本当にこの1シーズンを通して、まあ、試合にも出続けられて、まあ、こういう結果を得られたというのはすごく嬉しく思います。一時期考えすぎてしまったとシーズン途中話されてましたが、まあ、壁にぶつかりながらも本当にポジティブに向き合ってここまで来られましたよね。そうですね、やっぱりいろんな先輩のアドバイスだったり、まあ、チーム状況が良かったりして、まあ、すごくみんなが助けてくれて、まあ、いい方向に進むことができました。今年は U20 日本代表にも選ばれ大きく成長できた1年だったのではないでしょうか。そうですね、本当にいろんな経験させてもらって、まあ、たくさん吸収するものがあったんで、まあ、そういう意味では本当に成長できた1年だなと思います。来年は杉岡選手にとって初めての J1 ですね。そうですね、やっぱり、まあ、J1 でやりたいっていう思いは強くあったんで、まあ、そういう意味でも本当に今から楽しみですし、まあ、でも残り3試合あるんでしっかりその3試合の中で、まあ、J1 意識して、まあ、しっかり自分自身の成長につなげていきたいです。ありがとうございます。